僕1年ぐらい前まで彼女って、韓国人の彼女と付き合ってたんですけど、その子と付き合って僕初めてフライデーに乗ったんですよ。大阪おる時なんかそんなフライデーなんか取られることがまずない。で、一番最初に乗ったのは道でその子をおんぶして歩いてるところを取られたんですよね。はしゃぎすぎみたいな。まあでもまあまあまあ、うわこんなん乗るんや、まあまあ乗るんや。で、2回目はあの品川の駅から一緒に大阪に遊びに行くところの荷物をこう持ってるところ、婚前旅行みたいなの取られたんですよ。で、僕もさすがに2回取られたからもう取られへんやろなと、取ってもしゃあないじゃないですか、いやと思ってて、ほんで渋谷で2人で飯食うて、パッて店出たら前になんかよく噂に聞くああいう黒い車が止まってたんですよ。怪しげな。かといってそのもう俺のことを取ってもしゃあない、2回も乗ってったし、もうそんな興味もないやろと思ってタクシー乗ったら案の定ついてきたんですよ。で、うわーっと思って、まだ撮んのと思って、ほんで運転手の横からカメラマンの人がもうバッシャバシャ撮ってるんですよ。もう撮ってもしゃあないのに、うわ来た、うわでも嫌やなってやっぱり撮られるのはと思ったんで、運転手さんにすいません後ろの車巻いてくださいって言ったんですね。なら運転手さんがあれ来たこの前逆パターンあったんだよ、あの車追いかけてくださいって言われてさ、すぐ巻かれちゃったからさ、今日はやるぜそう、えらい張り切り出したんですよ。お願いしますって言うて、やるぜって言うんですけど、その人、角曲がる 200m ぐらい前からウインカー出すんですよ。ダメだな、下手やな、早いって全然負けねえよどんどんだけのためだ、腹立つわ。僕ずっとちっちゃい頃から、まあ、癖というか習慣というかあって、それはあのトイレで、ショーをした時、多分男性はそんなに多分やらないと思うんですけど、必ずあの紙で拭いてたんですよ、トイレットペーパー で、 ー、で男の人多分あんましないじゃないですか。僕ずっとちっちゃい頃からやってたんですね。先っちょ先っちょ必ず拭いてたんですよ。で、これなぜこういう風にするかというと、ちっちゃい時にお父さんとお風呂に入った時に、お父さんのあそこにティッシュのカスがついてたで、それを見て、あ、みんなちゃんとだからそうなんでしょうかちゃんとみんな拭くんだだからカスがついてたんだ。で、それから学習したわけ、学習した、あ、そういうことだっつって毎日拭くようになったんですよ。そこからもずっと必ず拭いてたんですよ、どんな時でも。それが中学に入って、まあ、自分でやるようになるじゃないですか、初めて自分でやった時、まあ、デビューしたらするわね、初めてやって初めて拭いた時に、あーって思って、これが点と点がバチンってまずが拭けたこれだったのかっつって、その日以来おしっこしても拭くのをやめたまああのまあてまあ、天然でさっきもそうなんだけど、はい、料理あんま得意じゃない料理、ね、まあ、そのなんとなくアイドルなんかやってて料理なんかやったことなくて、そのまま結婚しちゃったから、で結婚してすぐぐらいの時に、まあ、肉焼いたりとかして俺食べたら、あれこれ味しねえなと思って、ママこれ塩コショウしちゃったら、えするのっつったの原始人みたいなそこから始まってるわけ、ね、それがもう21年前ですよ、ね、でもまあまあそれね、子供もできたりとかしていろいろ料理なんか もうやるようになったりとかして、でもまあ料理やってても、まああのよくおふくろの味だとかっつって、あのあのじゃ肉じゃがとかさあんじゃない。でこの間も肉じゃががボンってあったわけで、あったから俺肉じゃが結構あるのに、子供も横にいるのに手つけないの、肉、ま、満載で肉じゃがね、ほんで俺が食べたら、あんまいこれ何でなのこれスイーツこれっつったね、これスイーツじゃないのって、そ息子にお前もう食ってみ、これすげえ甘いからって言って、いやいやいや昨日食べたけどすげえまずかったって言われて、あまりにもまずくて、また砂糖とかみりんだとかなんか入れても味わかんなくなっちゃってるでもそんなのが山ほどあるわけ。でもまあそれも含めて俺はほらあの好きだからね、あの別にいいんだけど、ママがね、ママがで、この間あの
夕方ね、あの子供誕生日やってて、であのパパ何か食べるって言って、いやあの仕事10時ぐらいからだったから、あのまだいいかなって、じゃああの後で食べる、仕事行く前にって、あのちょっと運動してくるわっつって、運動して後で食べるって、あじゃあ仕事行く前にあの冷やしうどんを食べる、おお前に一回作ったことがあった、はいはい、前に、はい、でそこそこ、まあそこそこのうまさだった、まあ、まあ食えないわけじゃねえなってそりゃそうだよ、冷やしたぬきうどんだどういうことだよ、分かるじゃない、はい、あんな難しくはね、そう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 、で、あ、OK、後でじゃあ仕事行く前食べるよ、で、俺は運動しに行って、で、戻ってきて、あ、パパ、あの、もうほら仕事ほらもう時間ないから、うん、冷やしうどん食べるって、いや食べるよ食べるよ、そのために帰ってきてんだから、うん、ね、うん、で食べるよって言って、うん、俺はもう頭の中冷やしたぬきうどんだから、はい、俺でまあじゃあどうするのかなと思ったら、ママが、あケーキ食べるって言うから、うん、いやいや、まあ違うじゃん、あの今俺ほら冷やしたぬきうどん食べたいから、はい、いやケーキは後じゃん、うん、ね、後で、いやでも子供誕生日なのケーキだから、いやいや、まあまあそうなんだけど、うん、ケーキ後でさ、冷やしたぬきうどん早くしても時間ないから、時間ないから、まあ、まあそうだね、もうマネージャーさんも来てるし、うん、まあ、ちゃちゃっと作るから、うん、で、なんかまあ作ってたわけ、はい、で、まあなんかこういうことで、なんかケーキ食べろとか面白いこと言うなーなんて思いながら、はい、で、まあ冷やしたぬきうどんだからそんな時間かかんないでできるじゃない、うん、で、こう見た目がこう、まあね、うどんがあって、まあ上にこう、きゅうりだとか、はい、あのなんかわかめだとか、はい、天玉みたいなのがこう乗ってるわけ、はい、おーおーおおと思って、うん、できたわよって言うから、で俺普通によしオッケーってもうちゃさっと食っていっちゃおうと思ってパッと食べたら、ものすごい麺が熱かったわけ冷やしたぬきうどんで麺がもの熱っ何これ、これ何ママこれママ何なのっつったら、うん、アレンジしてみたいらねえよなんでそのアレンジすんのすごいだよ、すごくない、任されたんだから俺ちょっとイラッとして、俺多分もうイラッとしながら俺食べたのね、もういいやと思って、しょうがないから、しょうがないから、ものすごい熱いんだけど食べたわけ、じゃ食べ終わった後にパパサラダ食べる順番やったよ順番バラバラでしょ、まあね、まだ16だから、まあ、あのうちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で、まあ、年の頃で言うと60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、あのブッチャーさんって今で言うとそうですね、あの出川さんみたいな感じの方で、すごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、例えば草野球とか行って、うん、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、うん、だものすごいベンチから怒るわけですよ、うん、何しとんねんお前はそんなピッチングでって、うん、変われっつって、うん、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとか、うん、そういうことばっかりある人なんですけど、うん、それブッチャーさんとですね、あのうちの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね、なんであの中島のお葬式の時に、あもうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、うん、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、うん、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ、うん、でその日なんかそういう人間のお葬式っていろいろこの日にちの問題があって、実は混んでる人があるんですよね、うん、でそれ偶然火葬場が混んでて4つぐらい焼くとこあったんですけど全部混んでたと、うん、でブッチャーさんどうしたブッチャーさんどうしたって言ったら、うん、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったから、うん、バスに乗り遅れてると、うん、で今あのタクシーを飛ばしてこっちに来てると、うん、こっちに来てるとこっちももう焼く手前だぞと、うん、どうすんだどうすんだって言ってる時に、うん、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族、違う家族が全部焼き場にいるんですけど、うんうん、一番向こうが入り口だったんですよ、うん、だからそこでブッチャーさんが泣きながら、うん、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ、うん、だから遅れてきた、間に合った間に合った、ブッチャーさん来た来たってこう見てたら、うん、一番手前の全然知らない家族の悲しみの輪のところに、うん、人をかき分けてブッチャーさん入ってって、うん、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ、うん、だからおそらく全然知らない人の顔向けの顔を見たと思うんですね、うん、顔見た瞬間に向こうの輪っかから大きな声で誰やこいつって声したえぇーって誰やこいつですってえぇーって思ってでそこで僕らもこれダメだと思ってブッチャーさんブッチャーさんこっちですって言ったらさっきまでゴンゴン泣いて入ってきたブッチャーさんが僕らの顔見つけたら満身の笑みで間違ったーって走ってきたっていう困った人やな、ね、面白い先輩な面白いけど困ってるね困った先輩困ったわ不思議な人おるわほんまにバイキングっていう
バイキングありましょう、番組、ね、お昼金曜日やらせていただいてて、でそれ の, あの一発目の、生放送の前日に、なんとかここでちょっと爪痕を残して、面白いなと思わせなあかんと思って、もうありとあらゆるボケを考えたわけですよ、でその時の出演者があの土田さんがいらっしゃいまして、土田さんがちょうど、昼なんですからこっちに来たと、ね、だからこれはちょっといじりどころというか、いけるんちゃうかと思って、そこで僕は、ね、あの考えたのが、土田さん、クビなんですですかと、ね、で僕の中じゃこれはウケるぞと言うたらボケなんてもう自分のもう腹が痛みで子供みたいなもんですから、もうこれはなかなかでっかいいい子に育ちそうな子供できたなと思って、現在生放送を迎えまして、ね、でまあ雨上がりさんが土田さんに対して、おいどうした、汐留じゃないのみたいなことってバーッと受けて、でその時に土田さんが、まあ4月はまあ入学と卒業のシーズンなんでつって、ダン受けたんですよ、ここやと、ここやと、ね、もううちのもうクビなんですちゃんももうね、もう七五三の格好してもうこう今やか今かとこう待ってるわけですよ、パパ行きますよという感じで、ね、で僕はそこで「ああクビなんですですか?」っつったらドーン受けたんです、受けた、めちゃくちゃ受けたんですよ、よっしゃーと思って、ほんでもうその夜もう一人で居酒屋行って、ね、ちょっとお酒飲みながらもう携帯なんか触って「あのクビなんです」でネットで検索してたんですよ。ね、自分の子供の成長の様をね、だからネットニュースになってたんですよ、おうちの子供がとうとう新聞にと、ね、そこに書いてたのは、ね、土田バイキングでクビなんですと言って大爆笑って書いてたんですよ、僕が言ったはずやのに、僕が腹痛めて産んだ子供が土田の名字で生活してたんですよ、そういうことやな、養子になってたわけですよ、養子になってたよ、ね、これちょっと待ってくれと、あれは僕が言ったやつやと、ね、だから僕の子供なんですよね、だから今日の方だけでも知ってください、あれを言ったのは僕なんです、うわおまあ、おいえおいえこれはこれを OK としたスタッフさんのせいやと僕は思うんですね。小学校1年生の時の話なんですけど、まあ大体それぐらいの時期ってまあ誰でも経験あると思うんですけど、こう学校のトイレで代をするのがなかなかこう恥ずかしくてできなくて、まあでも我慢しすぎちゃうと漏れてしまうし、でまあそんな中あの僕ある裏技を開発しまして、っていうのがもうこれどうしてもの時にだけやるんですけど、もうどうしても漏れそうになったら、あのまず人目がつかないところにパッと隠れるんですね、であのパンツにあのスッとこう手を突っ込むんですよ、で手にあのちょっとだけするんですね、え2センチぐらい、2センチぐらい、2センチぐらいですよ、ちょっとだけですよ、ちょっとだけですし、どうしてもしんですよ、小学校の時ですよ、2センチぐらいして、でそれを10個ぐらい小分けにして捨てるんですよ、おおゴミ箱とか叱るべきところに、叱るべきところですね、なるほど、で手を洗うんですよ、そしたらもうチャラじゃないですか、もう洗ってるからこれをもうどうしてもっていう時だけやってたんですよ、どうしても本当のどうしてもっていう時、はい、でもう最初すごい難しかったんですけど、まあ、だんだんこうやっていくうちに慣れてきて技術も向上してきて、なんか毎回まん丸いやつを均等な量出せるようになったんですよ、でも最初はもうすごいドキドキしながらやってたんですけども、まあだんだん慣れて感覚も麻痺してきて、すごいなんかこうラフな感じでできるようになって、僕日常的にできるようになって、でそんな中ある時放課後に近所の兄ちゃんと外で遊んでたんですよ、そしたら便意が催したんですね、でまあ一回家に帰ってもよかったんですけど、まあ面倒くさいし、何より僕にはその技があるから、もうなんつったってね、まあよしと思って木の陰にパッと隠れて、でもういつものような感じでもパッパッパッてやって、でパッて捨てて、で公園で手洗って、で何事もなかったかのように遊んでたんですよ、でしばらく遊んでたらその近所の兄ちゃんがその僕が台を捨てた場所にしゃがみ込んでるんですね、あれと思ってなんか嫌な予感して、よく見たらその僕が捨てた台をものすごい不思議そうな顔して見てるんですよ、やばいやばいこれ見つかったと思って、どうしようどうしようと思ったら、ヒデ君って、僕ヒデって言うんですけど、ヒデ君ちょっと来てって言われて、やばいどうしようどうしようどうしようと思って、で何って言ったらちょこれ見てっつって、僕が捨てた台を指さして、ウサギがいると、もうパッと見も全然そんな感じですから、ただもう住宅街だから絶対ウサギなんかいるわけないんですよね、ウサギがいるって言うんですね、で、ああマジでっつって言ったんですよ、そしたらそうだよっつって、パッて僕のうんこ手に取って、完全にウサギのうんこだよっつって手に乗せられるんですよ、
完全に僕のうんこなんですよ。変えてみた。でまあとりあえずまあでも、まあ、そうかもしんないけど、まあ、汚いから、まあ、これもう触んない方がいいよっつって払ったら、いやこれ草食動物のうんこだから大丈夫ってまた乗せられるんですよ。で僕のうんこだからめっちゃ汚いですよ。僕のやつだからもう自分が一番分かっちゃうんですよ。で結局ああそっか、まあ、ウサギのうんこだもんねって言ったら、よしウサギを探そうって言うんですけど、ウサギなんか絶対いないんですよ。僕のうんこですから。でもそんなことも言えずに、結局お兄ちゃんとそれ一個ずつ持って日が暮れるまでいるはずのないウサギを探すために地獄やん、地獄やん、ずっと日が暮れるまで持ったのゴールないもんな。絶対見つからない。ハッピーエンドはないわけやからな。まあ、10年ぐらい前、まだ若手の頃ですね、3、4年目ぐらいの時の話なんですけど、まあ大阪でまあベース吉本という劇場に出てたんですけど、その時にまあいろんなまあ雑誌がありまして、そのベース吉本という劇場ではあの皆さんに配ってる雑誌があって、でまあそれでいろんな写真を撮っていただいたりしてたんですよ。でその中で有名なカメラマンさんがいらっしゃって、あのすごく愛の手っていうんですか、この写真撮ってる時に言葉をかけてくれて、すごい僕らの気持ちを乗せてくれるカメラマンさんがいたんですよ。普通に写真撮ってても、わあ、井上さんかっこいいですね、決まってますねとか言ってくれて気分上げてくれたり、例えばなんか面白ポーズやってくださいみたいなのあるじゃないですか。でまあ普通にこうわーっていうポーズやったら笑いながら、いやめっちゃ面白いじゃないですか井上さんみたいな、すごく僕らの気持ちを上げてくれるカメラマンさんがいらっしゃって、で一回セクシーな写真を撮りますと、僕で、でまあスーツのズボンを履いて上裸でその上にジャケットを羽織るみたいなので写真を撮りますっていう時があって、でそのカメラマンさんが来てくれて、撮りながらも、うわ井上さんすごいセクシーですね、すごい決まってる、これかっこいいなみたいなことずっと言ってくれるんですよ。やっぱちょっと乗ってくるじゃないですか、気持ちの上で。だからこうジャケットをバッて脱いで裸を見せたりしたら、いやいやらしい、すごいねみたいなことずっと言ってくれる。でまだなんかこうギュッと抱きしめるポーズとかをしたら、いやこれなら俺も抱きしめられたいなみたいな、ずっといろいろ褒めてくれるんですよ。で褒めてくれて褒めてくれて、どん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 気持ちよくなって、最終的に僕こう下なめずりっていうんですかってやって、こういうポーズを取るんですよ。でその瞬間にカメラマンさんが、うわそれ気持ち悪いって言ってた。それは分かった商売道具カメラ捨てよ。なかなか嘘でしょってなって、それ気持ち悪い。最後の最後捨てられたんや。あ、はい、ちょっと前に新幹線乗ろうと思って、はい、東京駅に一人で行ってたんですよね、で両手に僕荷物持ってて、荷物塞がってる、だ手が塞がってる状態でこう新幹線待ってたら、僕の前に二人おばちゃんが電車待ってたんですよ。でパッて僕の方見て、あなんか芸人やんなみたいな、はい、何やったっけ、あサバンナですサインちょうだい、何やったっけの時点でいるかとは思ったんですよ。そうでもね、でもまあまあはあって思ったんですけど、両手塞がってる、もう僕のことをいまいち分かってない人や、あっていうのが、言ってないですよ、言ってないですけど、一瞬顔に出たと思うんですよ。出たんかな、今そんなサインあーみたいな顔出た、ちょっとだけ出たと思うんですよ。ほんならそのおばちゃんが、やっぱいらんわ好きちゃうから。そんなこと言われることあると思って、でもまあしゃあないわ、あーしゃあない、しゃあないことないけどしゃあないと思うと思って乗ったんですよ。乗った。ほんならたまたま僕の後ろの席やったんですよ、そのおばちゃん2人が、うん、でうわどうしようと思って、でも後ろにそういう人らがいるというストレスを抱えたまま2時間半大阪まで行くのはこれきついなと思ったんで、解決しておこうこのわだかまりをと思って、わって僕のあの後ろに向かって、あさっきすいませんでした、サイン先できなかったですけど今やったら全然できるんでやりますってこっちから言ったら、いやだからいらんて好きちゃうから。うわなんじゃこのおばあ二人や。どうしようってなった。
ったんですよ、うん、こんな腹立つ人おるとか、こんな腹立つ、うん、でもう僕はなんか復讐したろうと思って、うん、なんかないかなと思ってただ言い返して大きい声出すも違うし、うん、なんやねんとか言うキャラでもないし、うん、なんとかこのおばはん二人を懲らしめる方法ないかなと思って僕が思いついたが、うん、意外なタイミングでリクライニングを倒すしかない、うんもうこれしか俺に残された復讐の方法はない。びっくりしよるからな、はい、だからそっから僕はもう移動の車中でずっと、うんまあ、車窓に浮かぶおばちゃんのお茶の蓋が開いたまま置かれるかどうかだけを見てるんですよいつやいつやほんなら名古屋過ぎたぐらいで蓋を閉め忘れて置いた今やグイーン倒したらかすりもしませんでした新幹線のリクライニングの速度ようできたよそんなガタンってなれへんしなならないぞそう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 昔はガタンだったんやろな綺麗にあるある腹立つなうちの相方博多華丸さんってカビラ J さんのモノマネをされてるんですけどこのワールドカップイヤーってもうカビラさん需要がものすごく高まるんですよ、うん、そりゃそうだわでも冷静に考えたら花丸さんがモノマネするまでカビラさんってあんなにムムって言ってないんですねちょっと誇張してたから、ねはい、花丸がムムって言うとカビラさんも負けじとムムってきてこうもうお互いがお互い相乗効果でものすごい今忙しいんですよで実は僕ら福岡で CM3 本やらせてもらってるんですけど J バンクと HIS とあとパチンコ屋のプラザっていうやってるんですけど僕と花丸で出てるんですけど最後の決め台詞は花丸の J バンクと HIS でハワイに行くとプラザムムなんですよにあの楽天カードの CM がガンガン流れて今カビラさんどんどん出てますから今福岡県内にムムが溢れかえってる、はい、めっちゃみんなやるなそんな中あのカビラさんとここまで行けるんならということか知らないですけどこの前花丸さんピンで沖縄の仕事が入りまして、ようよう聞いたら DJ の仕事だと、うん、DJ なんかやったことないでしょあの人、何っつったら、ようよう聞いたら、ジョン・カビラさん、カビラ J さんのお兄さんがやっている DJ イベントがジョン・カビラさんが出れなくなってカビラ J さんにオファーしたんですって、うん、だからカビラ J さんも出れなかった出れなかった、うんじゃあ博多花丸でいいんじゃないか違う全然違うすごいな英語が一言も喋れない花丸さんが呼ばれていて沖縄拳銃を敵に回した全然違うねんけどな、はい、後輩がね後輩が、まあ、先輩はもちろんですけど後輩もいっぱいいて、うん、あの、まあ、しょっちゅう遊んでるやつに網本っていう後輩がいるんですよ、はい、もう皆さんあんまご存じないと思うんですけどでこの網元というのがなかなかの仕上がり でこの網元を一番分かりやすく説明するエピソードは何かなと考えたところ何年か前の夏にスイカ割りしましょう言ってスイカ持ってきてここでやりましょうか言ってドーン置いてスイカがパッカーえお前マジかみたいなもうすごいですもう物は一切知らないです例えばそのことわざとか、うん、じゃあ網本あのカッパの川流れ、うん、なんすかいや初めて聞きましたいやカッパの川流れっていうことわざあんねんけど、うん、知らないっすねじゃ あの何やと思うねん、うん、川にカッパが大量に流れてきて、はい、これはどうやら不吉なことが起こるぞという前触れっていうことわざじゃないですかおあそうかあそうほんならぬかに釘それは知ってますわそれは知ってますあの、うん、ぬかの中に釘があって混ぜてたら怪我するだからどんなところに危険が潜んでるかわからんっていうことわざですよおーいかついななかなかやな虎穴にいらずんば虎子を得ずはラズンバあそこ取っちゃうんだラズンバ取っちゃうんだみたいなねやつなんです、はい、ご飯屋さん行って、うん、調味料 SP SP 書いてるから、うん、ありがとう、うん、この S 何それ分かりますよ、うん、塩ですよもう、うん、塩の S ですもん、うん、あ塩の S なんこれ、うん、ほな P は、うん、七味です、うん、ピリッとの P なんえ怖い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 みたいなんですか、うん、
ね、もうそいつと普段もしょっちゅう銭湯行ってお風呂入ってサウナ入って水風呂入ってでお風呂入ってサウナ入って水風呂入ってみたいなのを何セットか繰り返して出るみたいな。宮古島、沖縄の宮古島に旅行行って、まあ、そこにサウナもあって、露天の温泉ができたんでそこ行こうっつって行った。ほんで露天でお風呂夕方入ってたらもうめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でも夕日が、うん、うわええなーサンセットやなーって言うたら有本が、うんうん、2セットにしましょう。怖い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 2セットにしょ言うてもうせずに、ね、もう範囲内ですから俺は、あ、せやな2セットにしょ暑いしなー言うてそんな有本とちょっとこの間寒い時期にとろろ鍋食いに行こうって言ったらトロロ鍋ね、その有本さん、悪やと思ったらしいんですよ。鍋の中のとろろ全部捨てました。持ち味全然怖いわすげえ。ただの鍋、うん、怖いな。まあでもよかったよ吉本入ってな。そうですね、実勢が出たら無理やで。出川さんとかあと竜兵さんと肥後リーダーと一緒に仕事になった時に必ず飲みに行くんですよ、はい、でそこでいろいろ仕事のことを、まあ、僕らなりに話すんですけど、一番後輩の僕から聞いててもちょっと論点が違うなといっぱいあるんですよ。例えば TBS で感謝祭ありますよね、はい、ありますで感謝祭の時に出川さんも、うん、ダチョウ倶楽部さんもあんま出しろがなくて自分らもあんま納得しなかった回があって、うん、その時にみんなで話してると、うん、結局結論的には、うん、次の感謝祭は赤坂シティマラソンに出て優勝するしかないなっていう結論になってるでそんなん絶対できるわけないじゃないですかっていうのをでも必死に話すんで、うん、まあ、どうでもいいと思いながら、うん、そういう飲み会がいつも楽しいんですけど、うん、12月の23日にある特番があってまた一緒になりまして、うん、で出川さんと竜兵さんと肥後リーダーと僕で飲み行ったんですよ、うん、でいつも行く中野の居酒屋に行きまして、で僕ちょっと家で一回着替えてくるからちょっと遅れますと、で先遅れていくから先飲んどいてくださいということで出川さんと竜兵さんが先にいつもの居酒屋で飲んでて、で僕12時前頃着いて、であすいませんでした遅れてっていつものようにビールお願いしますってビール頼んで、でじゃあ乾杯しましょうかっつって、でどうも先生お疲れ様でしたって言ったら一回も僕怒られたことないですよ出川さんと竜兵さんから。で、まあ、あの皆さんご存知の通りものすごい優しいじゃないですか、はい、で出川さんがてめえ竹山って言い出して、うん、何が乾杯だてめえって、うん、で竜兵さんも本当だよな乾杯じゃねえよっつって、いや僕遅れるって言ったんですけどちょっと家どうしても帰んなきゃいけなかったんでって、うん、乾杯じゃねえよお前何やってんだよって2人が怒ってて、うん、もう一回グラス持て、うん、はいってグラス持って、いいかお前時計よく見ろっつって、今何時だっつって、はい12時過ぎてますけど、うん、12時過ぎてんだろよく考えろ行くぞメリークリスマースもうどうでもいいとなんだよそれともう何出川と竜兵とかなんすかそれって言って、それから30分ぐらいして自分家に1回車を置いてタクシーで来た肥後リーダーがやってきたんですよ。でその時はもう竜兵さんと出川さんはさっきのあれをやろうと思ってちょっと2人ニヤニヤしてるんですよ。で僕にも目配せでやれよみたいなサインを打ってくるんですよ。でまあ分かりましたという的なことでずっとやったらリーダーが来て、リーダーもいつものおばちゃんにビールちょうだいっつってビール来て、でみんなこうニヤニヤしながらグラス持ったらリーダーがビールが来たらリーダーがいきなり自分からハッピークリスマースって言ったんですよ。でそうやられた時の竜兵さんのうなだれ方がびっくりするぐらいのうなだれ方だった。どうでもいいダチョウ倶楽部と出川さんなんです。僕ね2年ほど前に韓国でちょっとプチブレイクをしたんですよ。あの韓国で韓国語を本当丸暗記して韓国ネタ番組に出たんですけど、それがコメディビッグリーグっていう向こうでは視聴率 20% ぐらいの番組で、あのコメディアンが10組出るんですよ。で僕は日本人で1人で、あとはもう結構有名な韓国のコメディアンなんですよね。でネタをして10組ネタした後にお客さんが面白かった人に投票するんですよ、エンディングに。ほんであの上位5組が放送されるというシステムなんですね、うん、でこの1位を10回取れば1000万っていう結構大きな番組で、ほんでオンエアじゃなかった残りの5組はですねこう椅子に座って噴射台みたいに座るんですよね、うん、ほんで最下位一番面白くない人にはピシューってこう真っ白な粉がかけられるんですよ、うん、で僕は結構もう 2,3 週オンエアされてて、ほんで街歩いたらあ陣内氏陣内氏って言われるぐらい、韓国でちょっとブレイク 20% ありますから、うん、ほんなら韓国で
僕の密着番組ができたんですよ、こっちでいう情熱大陸みたいな感じで、僕が日本からあの韓国の空港に着いたらカメラさんがバーって僕のそのコメディビッグリーグの一日を追うみたいな、でそのカメラのクルーはもちろんカメラさんは韓国人で、照明さんも韓国人なんですけど、音声の子だけが5年前に韓国に来た日本人やったんですよ、でちょっとそれもなんか嬉しくて、お互い違う位置で頑張ってるからなんかちょっとテンションも上がって、局に行く間のバスの間になんかこう密着取材みたいな、ちょっとかっこいい感じに僕もちょっとねこうええかっこせな思って、あの日本と韓国のお笑いの違いはどうですかみたいなの聞かれるんですね、でも韓国ものすごい素晴らしいコメディアンがありますけども、やはり日本のお笑いはやっぱ世界一だと思いますとか、結構そのお客さんはやっぱエンターテインメントを知ってるんで韓国のお客さんも素晴らしいけど日本のお客さんももっと素晴らしいとか結構こう僕は言ってたんですよ、言ったやな、知らんと思って、ほんなら僕がその日来る時に韓国では陣内智則が韓国に来てるというネットニュースになってるんですよ、これぐらい話題になってて、そのインタビュアーが実は今日ネットニュースになってますと、陣内氏があのコメディビッグリーグにまた来ましたみたいな、それ読みますねって読んでたら、陣内智則は日本のユジェソクだって書いてるんですね、そのユジェソクっていうのが韓国ではさんまさんやたけしさんみたいな人で、ほんで陣内智則は子供からお年寄りまですごく人気があって、特に若い女性には大人気だ、韓国でも、大スターになるのは間違いないってすごい褒めてる時に、日本人の音声さんがもうたまらんなって、いやもう全然ちゃうしって言い出したんですよ一回ね、もう全然ちゃうしって言われて、え？もう全然ちゃうしって言って、絶対音声声出したらダメじゃないですか一回それ止めることになって、いや君そんな言うとあかんでってなって、おいやすいませんって思わずみたいな、でもそれぐらい僕すごい扱いやったんですよ、ほんで局に着いたら司会者の席を、司会者がいつもやってる楽屋を僕の楽屋に変えてくれたんですよ、それぐらいの扱いで、ほんで最後に陣内智則が韓国に来たっていうのをカメラ目線で言ってくれって言って、分かりましたって、あのもちろん韓国なんですけど、陣内智則が韓国に来たって言って、ありがとうございました言って僕は本番に挑んだんですね、ほんでネタをやって結果あってエンディング終わって、ほんならディレクターさんが来て、あのすいませんと、あの陣内智則が韓国に来たっていうのをもう一回ちょっとなんか音のトラブルかなんかでもう一回撮り直してもらっていいですかって言われたから、まあまあいいですよ言って、カメラに向かって陣内智則が韓国に来たって言ったんですけど、僕粉で真っ白けやったんですその日最下位やってものすごい恥ずかしいこれを見た韓国人はこの日本人内心したんやから偉そうなこと言うて最後粉で真っ白けやんけみたいなものすごい恥ずかしい韓国の密着番組出たというすごかったらしい、今まではすごかった、その日だけ最下位取って、それがたまたま放送されてるんですよ、すごいこうニューカマーに行きますね、これ僕は高校1年生の時の話なんですけど、日本史の先生が結構あの異性交友にめちゃめちゃうるさい先生だったんですよ、ほんで廊下で男女が喋ってるだけで何話してんやとか、下校にカップルが帰ってると引き剥がしたりとかしてたんですよ、であまりにもやみたいな感じで友達何人かで先生に聞いたんですよ、もうやりすぎやないかと、そしたら別にその先生はあの付き合うなとは言ってない、家帰ってからってええけども、学校の中ではそういう力を勉学に向けてほしいというわけですよ、あさすがやなとも思いつつ、でも先生かってもう50手前やったんですけど、結婚もしてなくて彼女とかいるんじゃないですかって言ったら、彼女いないしいらないって言うんですよ、でだからそういう時間があったら俺はより一つでも多くの日本史のことを知りたいと、これはすごいなと、でも言うても男やし、まあなんか欲求とかもたまりませんかって言ったら、熱中することが一つあるとそういうやらしいことなんて全く考えへんと、だから俺がまあ言うならば恋人は日本史やみたいなちょっとこと言うてくれ、今考えたら痛いんですけど、その時めちゃめちゃかっこええなと思ってですね、ほんである日の日本史の授業で、クラスメートにクリス義彦っていう名前のやつがおったんですけども、甘栗の栗に蜘蛛の巣の巣、そうなんです、名字です、たまにね、でありますね、で、その先生がじゃあ当てるときに、じゃあこの問題をトリスって言ったんですま、明らかにやらしいことを想像してたよその響きからそれを想像して先行ってもらってみたいな間違えるにしても違えるってなんか似てるなって思っとったやろ完全にインスパイアされてるやん2回目ですよ今日
それなんとかならんのかいな、それ一回早くしてもらえないですかね。ちょっとやや言うな。めちゃめちゃピリピリしてる。まだ2個目ですからね。水着やろしょ。滑らない話7って書いてある。この収録用に入れてるからね。アイドルやん。アイドルやん。書いてもらえない8と間違えそうやん。どういうことやねん。これいきましょう。これ僕が中学校1年の時の話なんですけど、あの中学1年の時の数学の先生が寺尾先生っていうね、はい、ムッシュ寺尾っていうあだ名がついてるぐらいなんか変な先生やったんですよ、うん、こう天パで横が刈り上げてて、うん、もう牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけて、うん、で下ジャージでまあカッターで、うん、ようやったでしょ、はい、でその先生がずっとこう黒板にこう書いててもう見た感じこうもうめちゃくちゃプリケツなんですよ、はい、こうやって書かはるからでそれ見てるだけで僕らはってなるんですよ。ちょっとほんならこうやっててそこ笑わないっていうのがその先生の腹立つわはいそこ笑わないっていうでそれ見たらまたみんなキーってなってみたいな先生がおったんですよ。でその先生好きで僕楽しみにしてたんですよ、うん、ほんで1学期の終わりぐらいに先生が朝来た時に先生がなんか手の骨を折って前歯も欠けててこの辺ちょっと すり傷みたいなのあったんですよ、うん、ほんであれ始めますよみたいなんで入ってきてもうなんかあれ先生どうしたんですかって聞いたらいや実はあの昨日だいぶ遅くまでちょっと学校残っててで暑かったから先生あのプールで泳いでから帰ろうと思ってで行ったんやとプールにでまあ電気もついてへん真っ暗の中ででまあ眼鏡外してまあ飛び込んだんやとんなら飛び込んだら水張ってへんかったんですよみんな分かるやろと思う大失敗やん牛乳瓶の底みたいな感じだから全部全く飛び込んだらもう激痛で大失敗やん大失敗ですよ本当にですか思いっきりかけてそれを聞いて俺らは笑ったんですよみんな笑うよ笑わない笑かせたやろ俺でない方のせいおかんもさることながら、はいはいはい、うちのおとんもまあおかしな人なんですよ。おかしな人というかもう夢がないと言いますかね、はい、子供に夢を与えないと言いますか、はい、僕は小学校低学年の頃ですよ、うん、クリスマスイブの日に、はい、サンタさんがクリスマスプレゼントを持ってきてくれると、はい、待ってたんです、はい、寝て、はい、きっと枕元にプレゼントが来るだろう、はい、僕のところにもきっとやってきてくれると思って、はい夜中ですよ、はい、僕寝てたんですよ、はい、そのまま寝てしまったんです、うん、ほんな玄関がバーンと開いて、はい、おい、うん、サンタさんのお帰りやぞって親父が帰ってきたんです最悪やなあれバレの最悪やプレゼント買うてきたからなってもう買ってきたことも言ってもってる作ったんです全部言うてるほんでああよう寝てるわあ僕プレゼント置いとくからな僕寝たふりして、はい、まあでもちゃんとプレゼントくれたから、うん、まあええわと思って、うん、で次の日の朝ですよ、うん、何やろうなと思って楽しみにしてますから、うん、ほんで枕元パッと見たら、うん、プレゼントが図書館の本やったんですよ、うん、ほんまの本じゃなくて図書館の本ですよ借りてきたやつよ借りてきてるんですよ、うん、僕2日後に返しに行ったんですよプレゼントそうですよほんでその本も、うん、世界のお正月っていう本なんですよ全く関係ないもう1週間後のこと考えとるんですつい先日の話なんですけど、はいね、今の吉本興業の吉本新喜劇っていうんで全国ツアーでいろいろ各地回ってるんですよ、はい、ほんで今さんとか板尾さんとかキムニーとか、はい、メダカ師匠とかでこうやるんですけど、はい、それの稽古があのルミネで、はい、ルミネの営業終わった後に夜中稽古がありますと、はい、僕車であのいつも僕紫尺師匠が好きで紫尺、はい、師匠の落語を聞きながら、はい、その向かうんですよ、はい、ルミネの地下に駐車場ありましてそこ止めて、はい、ほんで上上がって夜中稽古してたら、はい
あのマネージャーがちょっとジュニアさん鍵を貸してくださいと、はい、車のね、うん、車の鍵を貸してください、うん、どうしたって言ったら、その夜間工事があって、トラックがいっぱい入ってくるんで、うん、一回外の駐車場まで出さなあかんと、うん、ほんで今田さんの車やキム兄の車は全部出しますと、うん、ほんで分かったって渡したんですけど、そのうちのマネージャーは稲垣って言うんですけど、稲垣がペーパーで一回も免許取ってから運転したことないんですよ、うん、でも他にいっぱい吉本のそのマネージャーいますんで、うんうん、そこに渡して動かすんでしょうね、うん、多分、はい、ほんでやって、ね、稽古夜中3時ぐらいに終わって、うん、ほんでさ帰ろうかって、下に今田さんの車、戻しましたと、はい、ほんで今田さんお疲れって帰りはって、で木村さんの車来ました言って、うん、はいお疲れ言って、うん、僕のだっけ一切戻ってこないんですよ、うん、もう30分ぐらい待ってるんですよ、うんうんうん、おかしいなこれ思って、はい、ほんでも地下降りて一切来ないんで、もう歩いてその外に止めたって言うてる駐車場まで歩いてたんですよ、はい、ほんならチーフマネージャーが来て、うん、すいませんジュニアさん、あの稲垣がぶつけてしまいましてって言って、なんで稲垣に運転させたんやと、はい、まあ、これも吉本のあのね気質というか、うん、多分稲垣は言うたと思うんですよ、うん、いやこのペーパーで死ぬか人でないねんって多分上から言われてるんですよ、ほんで無理やり運転したんでしょうね、免許取ってから初めて、はい、僕その駐車場パッて行ったら、もうヘッドライトもつけずに駐車場からちょっと車前出て、うん、ほんでもうドアも開きっぱなしで、うん、パッて見たらもう前がバーキー割れてるんですよ、まあまあ笑顔ですよ、どうしたらここぶつけるんだよ、バーキー割れてる、移動させたぐらいでな、はい、パッて見たらその稲垣がもう地獄みたいな顔して、すいませんでしたすいませんでした言ってるんですけど、もう車からずっと磁石師匠が流れてるんですよ、はい、まだそれが構図の富っていうね、はい、今でいう宝くじのお話なんですよ、磁石師匠が当たった当たった絶叫してるんですよ、あんなに受けてない試着者初めてだ、はい、デビュー当時の話なんですけども、うん、あの先輩にラグオカさんがいらっしゃいまして、でその方がですね、あの月に1回居酒屋で、勉強会を、お座敷借りてやってるからお前らも来ないかって言われたんで、うん、あじゃあ勉強させていただきますって言って行ったんですね、でその時僕らとそのラグオカさんともう一人マジシャンの方がいらっしゃいまして、でその3組でやるということで、で1時間ぐらい前になって、あの6畳ぐらいの楽屋でみんなで着替えてたんですね、したらあのマジックの方ってやっぱり仕込みとかがいろいろあるじゃないですか、はい、で結構いろいろやってて、で僕らデビュー当時だってそういうの見たことなかったんで、うわすごいなと思って見てたら、ここの袖のあたりにあのちっちゃい傘をこう入れて、はい、でその方がこうやってやったら傘がバサッて出るように、うん、バサッバサッとかやるんですよ、うん、うわすげえああいう風になってんだとか思いながら、で出番30分ぐらい前になって、じゃ あ, あの今日は高年トップで10分漫才やってと、で2番目にマジシャンやって、で最後あの俺やるからって、はい分かりましたって言ったら、マジシャンの方がすいません師匠、あの私今日この後仕事があるのでトップでやらせてくださいと言ってきたんですよ、で師匠もえそんな30分前にえっていう感じになったんですけど、まあまあ分かったって渋々納得したんですけど、でまた着替えてたんですけど、やっぱり納得いかなかったみたいで、ちょっとななんでそんなことを今言うの、普通は前の日なり入ってくるなり、すいません今日は仕事があるのでちょっとトップでやらせてくださいって言うもんやで、それ常識やでと、で僕らもあそうだなと思ったんですけど、結構気の強いマジシャンの方で、いや僕もさっき聞いたんですよ、僕もさっき聞いたりしなかったんですよみたいな感じでクッてかかってきたんですね、その師匠もいやそんなもんさっき聞いたか知らんけど、そしたらまず俺に先に言うやろそんなもん、まあ、常識ないんかお前ってすごい言い合いになって、で僕らもどうしていいか分かんなくて、あーってなって、でその落語家さんがお前いい加減せよってボーンと押したんですよ、ただそのマジシャンの方もカーって来て、何するんすかって手出したらバサッて肩出てきて、で抑えようと思ったらバサッてこっち向けてものすごいことになってます。なんか差が2つ。あ、僕ですか。大輔です。僕中学校1年の時なんですけど、うん、あれもう無性にもう胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね。ね、時期ですね。ほんまにもう胸触りたいと。うん、で考えた時に。うん、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ、はい、で、これお姉ちゃんのもう胸触ったろとどうしてもやからね、まあ、中1の時やからねやったろですもんね、で、うん、触ったろと、うん、でも、うん、これ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれ言うのもやっぱちゃうと、うん、ほなこれもう寝てるところを、うん、触るしかないとね、
ほんで、うん、お姉ちゃんが、まあ、風呂入ったわけですよ、うん、で、ね、うん、でここやと今日やと、うん、その時お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ、うん、おばあちゃんと3人だけやったんですよ、うん、でおばあちゃんも部屋に入ってたんで、うん、ここやと、うん、ほんでどうしようと考えて、うん、お姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうと、うん、ほんで、お姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ、うんうん、ほんで、うん、今やと、うん、いうことでお姉ちゃんの部屋行ってもうこういうベッドの下にスポッと入って、うん、ずっと息を殺して待ってるわけですよ、うん、ほんなら、うん、お姉ちゃんが階段上がってきて、この僕の上でなんかパジャマとか着替えとるわけですよ、うんうん、で、その時はもう俺もう正体消してるわけなんですよ、うん、もう息ももうゆっくりしてね、うん、バレんように、うん、ほんで、うん、お姉ちゃんがまあ言うたら、まあ、パジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか、本読んだり、その間ずっと下でもずっと待ってるわけですよ。寝静まるまで時間かかるまで火を殺して、すごいよね、はい、ああ、ほんで1時間ぐらい経った後ですよね、はい、ほんならカチャカチャカチャって言うて、ああ暗くなったわけです、ああ、ああ、でよしここやと、ああ、でもまだ眠りが浅いと、浅い、はい、もうちょっと待とうと、ああ、そこからまだ20分ぐらい待ったわけです、ほんで今かなと思って、ああ、ほんでよし出ようと思ったけど、やっぱり音したらお兄ちゃん起きたら、ああ、えらいことになるじゃないですか、だからもうゆっくりですよ、ゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ、すごいな、これはすごい、すごいな、触りたいね、一世一代やね、これすごいね、ほんでベッドから全身出たんですよ、そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよ、こう、ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ、寝てるほんでこう隠れながらこっちお姉ちゃんの頭ですよ、ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ、ほんでガッて触ったらこれまた起きると、これゆっくり行こうと、ここまでゆっくり行こうと、ここ大事、ここ大事、ここ大事、ほんでどうしようかなと思って、こういった時お、ね、こう息したお姉ちゃんこうなるじゃないですか、胸が2つね、こう、はい、まずは、はい、あの逆らわんとこうと流れに、ね、こうなってる、なんかこうなったらお姉ちゃんがあっってなったらもうえらいことやから、まずこの息に合わそうと思ってまずこういって、うん、流れに沿ってたわけですよ、今全然普通ですよ、お姉ちゃん気づいてないですよ、起きないですよ、ほんで1本ぐらい続けててここやと思って次はこの波に逆らったわけですよ、逆らうんですよ、こう、はい、ほんならプニャンってなって、うわ胸柔らかっ思って、うわ胸柔らかと思ってたら、お姉ちゃん急にバー起きたんですよ、いや言うて、で僕ももうヤバいと思って、もう言い訳するのも悩んだんで、そのまま部屋に帰ったんですよ、ほんで部屋帰ってやっばー思ってガーなってたんですよ、ほんでまあ大丈夫かな思いながらもバレンとってくれ神さんお願い言って寝たんですよ、で次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんでなんかご飯作ってあるから言って、ほんでパンバー食べてたんですよ、でお母さんもこれ気づいてない、大丈夫かな思いながら食べてたら、お姉ちゃんが急にうわー言うて起きて、うわー降りてくるんですよ、階段2階から、でやばいと思ってもう行ってくられると思ったら、お姉ちゃんが大輔お母さん昨日お化け出たほんでもう僕持ってるパンブワーッと震え出してお化け出たんやおー怖いなー、いいなパンバーン降りて日本早いバスで行きましたよっしゃ、よっしゃ、僕ですね、はい、僕の後輩にあのザブングルっていうコンビがいるんですけども、まあ、他事務所のコンビなんですけども、彼らがですね、あの深夜ファミレスで、あのネタを作ってたんですね、で、まあ、彼らのコントっていうのはあのボケが理不尽な切れ方をして結構喧嘩になるみたいなコントが多いんですね、でその日もそうやって作ってて、でお互い口で合わせたんですよ、でこう口で合わせたら結構集中してしまいまして、結構声が大きくなっちゃったんですね、そしたら隣に座ってたあのスーツを着て帽子をかぶった紳士が、いきなりダーン叩いて、お前らうるさいんだよだから、何こんなとこで喧嘩してんだよ、喧嘩なら外でやれよ、喧嘩だと思って、ああ他にもお客さんいるんだろうが、もう二人もどうしていいか分からない、あすいません、いい加減にしろよこの野郎つって、もう怒って立って出てこうとしたんですよ、で去り際にくるっと振り返って、ずっとお前らの話聞いてたけどな、うん、ってボケの子に向かって、うん、お前が悪いよそりゃそう、そりゃそう、おかしな子ばっかり言うな、
それ言うわそりゃそうですメガルなツッコミ理不尽なことしか言わないですからねちょっとお待ちくださいあ、そうですかちょっとどうでしょうかあ、ちょっと暗殺あるじゃないですか待ってくださいよめちゃくちゃ書いてありますめちゃくちゃ書いてるじゃないですか決まりました、これですね僕中学校の時に、うん、あのずっとボーイスカウトやってたんですけど、うん、中学生に上がったらなんかカブスカウト の、 あのリーダーをやるわけなんですよ、うん、ほんで、カブスカウトというのはあの小学校を越えてないんで絶対あのキャンプ場でテントで寝ることはダメなんですね、うん、だから絶対旅館とか泊まらないとダメなんですよ、うん、ほんでハイキングとかしてほんで、まあ、その旅館に泊まってたわけですよ、うん、で夜9時半ぐらいになってあの見回りとこへ宮が言われて、うん、で見回りに行ったんですよ、うん、ほんでこうみんな真っ暗なんかこう懐中電灯持ってこう行ったらなんか一人シク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 泣いとるんですよ、うん、だからもうホームシックかと、うん、1日目の夜にホームシックかと、うん、これちょっと慰めたらなと思って近くにこうそーっと行ったんですよ、うん、ほんで泣いとった竹内くんっていうやつなんですよ、うん、ねで竹内くんがもうってなってたから、うん、竹内くん竹内くんどうした大丈夫なんで泣いてんのホームシックかって言ったら「うーんえ、うん、どうしたん、はい、竹内君どうしたん?」って言ったらこう布団から手をゆっくり出しとったら、うん、親指にクワガタのメスがパッチーン刺さってるパッチーングーなってもう竹内君のここ白白なってるんですよで「えっ?」て言うて「どうしたん竹内君?」って言ったら。あの昼間のハイキングの時に見つけてポケットに入れといてそれを思い出して今どうなってるかなんてやったらここにこうなって「でで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 で」喋ってる時にまたメスグーッてやりよったその瞬間にもその瞬間にもグーッやりよったんですよで大丈夫かえたら「いやこれ先捕まえて何ででででで」かわいそうかわいそうでしたおかんの話なんですけども、うちのおかんなんかちょっとおかしいというか、うん、あの例えば僕のしてた仕送りで50過ぎて目を二重にプチ整形したりとか、うん、すごいですよねすその年でねそれぐらいなんかちょっ と、 と取り留めもないようなんですけども、まあ、僕が高校生の時、初めてその彼女を家に連れてったんですよ、うん、ほなおかんちょっとピリピリしてるんですよなんやと、うんどこの女やということで、うん、おかんがちょっと座りピザトースト焼いたからしゃれてるちょっとええ格好したんや、はい、ちょっとかっこいいそんなん普段出ないですよないないあ食べほんでこう食べてたんですよほら彼女に「お父さんは何してるの?うん」あ「お父さんはあの普通の会社員ですけど、あの喋ってんと早よ食べとか言うんですよ、うん、うわ怖いねちょっとピリピリしてるわけですよ、ね、ほんでそのままもうちょっと部屋行くわ、うん、ほんで部屋に僕彼女連れて入ったの、うん、ほなおかんが、うん、ちょっと待ち通し、うん、閉めたらあかんで、うん、いらんことするんちゃうんかい戸、うん、開けとき、はい、もう分かった分かったあと開けといたんですおかんがちょっと買い物行ってくるから、うん絶対戸開けときや買い物行くすごいね、うん、めちゃめちゃ言うてくるんですよ、うん、ほんでバーンと行ったんですよ、うん、でもまあ行ったから、はい、行ったからここはちょっともう戸を閉めてそうですねちょっと僕も、はい、まあね、まあ、ちょっとこそこそしたいわけです、はい、高ぶるもあります、ね、ほんで戸を閉めるわけですけど、だからおかんに言われてる分ちょっとこう引け目があってちょっとだけ開けといたんです完全には完全には閉めれなかったんですよ、やっぱ僕も無理で、ほんでちょっと彼女と喋ってたら、ちょっとええ雰囲気になってきたんで、彼女にガワッと追いかぶさって、さあキスするでっていう時に視線を感じたんですよ。えっと思って、パッと隙間見たらおかんが覗いてるわけですよ。ほんで普通覗く時ってね、こう覗くじゃないですか。そうや、目だけ。こう覗いてる。両目で。しっかり見たしっかり見たいわけ。両方で見。僕ももう腹立って「おかん何してんねん!」って言ったらおかん顔をパッと下げたんですけど、うん、つけてた眼鏡だけここに残ってた僕の相方の鈴木なんですけども、はいはいはい、これがもうあの本当にお気づきの方も多いかもしれないんですけど、はい、尋常じゃないぐらい天然でしてですね、本当にあのざるそばとかを延々夫婦言いながら食べたり。
かなりです。しかも1回とかやったらまだしも注意してこれ冷めてるから拭かんでええやろって言って、あ、そうかって言ってんねんけど、そうせな食えないからもう拭かしてくれというぐらいちょっとおかしいやつでして、あの出前とかあの事務所に行った時におぎやぎと2組でいたんですけど、まあ昼飯食おうかって言って出かけるのもないし、あの出前取ろうって言って鈴木を電話係にしたんですよ。でまあ小木さん矢作さんがまあカレーだとかいろいろ頼んで、鈴木が向こうに電話して、もしもし正月なんですかって言ったら、小木さんがカレーで矢作さんが活字で向こう言われても絶対言ってよ、恥ずかしい、もうひどい、恥ずかしいわ、ひどいな。ほんであの一番びっくりしたのが、あの動物のロケやってまして、キリンと何度か仕事したことあるって、なんかキリンのロケをしたことがあるんですけども、その際にもちろんスタッフもいるし僕もいるんですけど、鈴木だけあのキリンが首をね、例えば鈴木がここにおったとしたら、うん、一旦首をこっち持っていってからバーンって吹き飛ばすわけですよ。うん、そうなんです、うん、それ2回ともそれされてて、うん、で飼育員さんも初めて見ると、うん、あそう、それはキリンが敵を見つけた時にしかしない行動なんですよ。キリンは鈴木は敵やと思ってどのキリンも全部吹き飛ばすんだ。ちゃんですね、あれ今日つかじねえかな。ですね、うん、これ僕が中学時代の話なんですけども、当時あのビーバップハイスクールとかが流行ってまして、まあもうみんな不良に憧れる感じの時代だったんですけど、はいはいはい、まあベタにあの他校にボンタン狩りにあったとか、そういうのがありまして、であのなんか中2、僕らが中3の時に、うん、中二の勢力が伸びてきてるみたいな、なんかそんな下からの、そうなんですよ、変な時期がありまして、である日の夏場だったと思うんですけど、放課後僕剣道部だったんで、あの部室で着替えてましたら、中3のあの万格の5人組ぐらいが僕の部室来まして、でもう全員友達やったんですよ。もう小学校から仲良かったりとかもしたんで、で今からあの中二と決闘するっていう話になりまして、何でも中二の言い分としては中3に挨拶せえと、俺らの方が強いんやからみたいなことになって、もう全中3が全中2に挨拶しなくちゃいけないみたいなこと言われてると。でより多くの人数を集めて決闘したいから塚島来てくれって言って、僕も別にいかつわけでも何でもないんですけど、もうみんな友達やったんで、分かった行くわみたいな感じで行ったんです。そしたら池のほとりでほんまに中3が30人ぐらいなんか精鋭みたいなのが集められてて、中2を待ってる状況でして、そしたら中2のやつらが現れたんですけど、あの20人ぐらいで人数は少ないんですけど、みんな木刀と竹刀を持ってるわけですよ。バー寄ってくるんですよ。あいつら木刀と竹刀持って汚いぞみたいなこと言ってて、よう見たら全部部活のやつなんですよ。僕剣道部やったんですけど、剣道部の部室に置いてる木刀と竹刀やって、これ顧問に怒られるとか、で僕キャプテンやってたんで、他のやつらにも悪いと思ってたんですよ。でこれシャレならなってパッと見たら、その番長、中2の番長が持ってる竹刀が僕の試合用のめちゃめちゃ大事に扱ってる竹刀、本当に革とかも張り替えたり、つばとかも大阪やったんですけど、和歌山までなんかこう有名な防具屋があるからやばいやばい、買いに行ってこれは絶対やと思ってたら、その中2のグループに部活の後輩が申し訳なさそうにおったんですよ。で俺の後輩ですから、何してんねんと、俺もう1ヶ月後に試合やし、その市内で出ることは決まってんねんから、ボロボロにされることもシャレだなと思いつつ、みんなが行けーみたいになったんですよ。ほんでも中二生さんブワーってもうボコボコ殴り合いしてる中、僕はその後輩捕まえて、なんで貸したんやと、なんでみんなに渡したんや、みんな挨拶するかせーみたいな喧嘩してる中、僕はほんまにその市内の話だけ延々してたんです。まあうちのおかんもやっぱりちょっと変わってんのは、まあ皆さん薄々感づいてるんじゃないかなって。まあそれ今日もね、本当今日なんですけど、この間僕ちょっと某番組で始球式みたいなことをやって、それを見て、あ、ひとしよかったよみたいな電話をね、よかったよ、よかったよ、嘘をよくつくんですけど、よかったよ、尼崎のみんな言うてる、そんなわけないんですよ。でそんなわけないやんか、絶対に嘘です、絶対に嘘、引き取ってない。でもちょっと変わった母親なんですけど、その母親が僕がね二十歳ぐらいの時に、
まあ僕3人兄弟の末っ子なんですけど、はい、もう俺が一番下がもう20歳ぐらいになってるんで、うん、はい、お母ちゃん寂しいって言い出して、はい、でもお母ちゃんはもうあなたらもう大人になったから子供が欲しいって言い出して、うん、はい、でもまあその年齢的に子供無理ですよね、はい、で何を思ったんか、そのある日家帰ったら赤ちゃんの人形を抱いてて、これからこの子が子供やって言い出して、アキラって名前つけたんだよな、あアキラなって言うてる。怖い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 。それで俺夜帰ったりとかしたらアキラ抱きて起きてくるんですよ。でカレー温めたらええやんか、カレーを温めそれって言いながら、なあアキラな。怖いでしょ。怖い怖いまあ2ヶ月後にはアキラもこんなんなってる。早いやんか、早いのか、いいやもんね。気持ちの悪い母親やなっていう。止まれんの、やっと来たか。やっと来たね。まあ最近気づいたことですけども、あの気づいたこと、はい、気づいたことを発表してくれるわけ、はい、僕もともとずっとコメディアンになりたかったんです、はい、ちっちゃい時からずっと、はい、ほんでたまたま高校の時に日本に留学でやってきて、はい、日本のお笑いを見て、はい、うわっこんな世界があるんや、日本ではお笑い芸人にならな、と思って国帰って高校卒業して、そこからあのもう吉本の NSC 大阪の方行って、養成所、はい、そっからもう右も左も分からん状態で、うん、頑張って頑張って毎1年間行って、これでも足らんと、うん、僕はあの弟子入りしますと、うん、で僕はあの日本で一番面白いと思ってた、うん、あのザ・ボンチのボンチ・オサム、オサムさん、はい、男に弟子入りして、はい、でまあ2年間朝昼晩、うん、ずっと付きっきりで、うん、いろんなことを学んで、うん、で、そっからまあ頑張ったんです、なんせ、うんうんうん、いろんな本読んだんです、うんうん、もっと日本人笑かせるように頑張らなと、うん、いろんなことやってきたんです、うん、犬の散歩のバイトとかも、うんうん、ああいろんなことを経験、そんな辛いこともして、月給、2人で相方2人500円のところが、うん、2人で割って250円が、うん、源泉引かれて225円、うん、そんな生活で、うん、またそれ来てあのビザが、うん、はい、心配で、うん、取れないと、ジパング上陸作戦というコンビですけども、それジパング上陸失敗になると、うん、それでも頑張って頑張って入国管理局行って僕を認めさせて、うん、やっといっぱい喋れるようになって、うん、最近気づいたんですけども、うん、あのもうちょっと片言だった頃の方がウケてたんです、うん、なるほどな、友情すぎた、友情すぎて、なるほど、そうかそうか、何年前ですけども、大阪の添右衛門町っていう、まあはい、その夜の繁華街がありまして、うんはい、そこをねあの仕事終わってで、まあ、みんなでご飯食べたりして、朝のね4時ぐらいに歩いてたんですよ、はい、ほんなら「やらしやがら!」言って女性の声が、ほんでバーって行ったら、うん、2人のホステスが、はい、ものすごい喧嘩してるんですけど、その両方が、うん、そのハイヒールをお互い脱いで、はい、おめえこらー言ってやってるんですよ、おらやらしゃおらー、おめえうちの客取ってやろおらー言ってるんですけど、そのこっち高くてこっち低いから二、うん、人がずっとこう回るんですよね、こうめっちゃおかしいですよね、自然の摂理やもんな、まあ、何しようかな、ね今だと、はい、今だと車乗ってて、はい、あいつほらアダルト DVD が好きでしょ、はい、でちょっとここ入ってみませんみたいに言われて、はい、じゃあ行こうかって言って、うんはい、入ったら表向きはまあちっちゃかったんですけど、はい、ものすごくウキウキあって、はい、もうめちゃめちゃ中広くて、はい、うわここ品揃えすごいなー言うて、はい、で棚んとこパッと入ったらもうびっくりしたんですけど、はい、そのコーナーが、はい、まっちゃんおすすめコーナー初めてでしょ、初めて入ったとかね、ほんで俺のねなんか切り抜きみたいなのこれなんかバネみたいなのつけてクーラーの空調でちょっと いや店のやつにものすごい文句言いましたけどねただそのコーナーの品ぞれがそのまんざら悪くもなかった。
ぐらいの。はい。僕はね、結構海外旅行に行くんですよ、はいはいはい、それはもうお金のない時、仕事がない時からもうずっと行くんですよ、はい、でカナダに行った時があったんですよ、はい、で一緒に行った人が4人いて、うん、でその人たちはもう英語も喋れて日本人 で結構個人的に旅もしてる人たち で結構お土産って苦労するじゃないですか、うん、あんないつもチョコレートってわけにもいかないじゃないですか、うん、で結構こっちはドラッグストアにいろんな薬売ってるから、うん、薬いいよ、うん、例えば風邪薬でもよく眠れるし、アメリカ人の体に合わせたら、ね、鎮痛剤もよく効くし、でなんか箱も結構可愛かったりして面白いから、うん、って言われたんで、うん、ドラッグストアでいっぱい買ったんですよ、ごっそり、うん、でそれをレジに出したら、うん、そこの親父がえらい怒ったんですよ、うん、お前こんだけ買ってどうすんだとか、うん、お前こんな日本に持ち込めねえぞ、うん、みたいなことを言われてるような気がして怖くなって、うん、何も言わずにちょっと離れたんですよ、うん、で一緒に喋れる人を連れて行ってなんか、うん、ちょっと買いすぎたのか分かんないですけど怒られてるんですよすごいって言って、ちょっと通訳してもらえますかって聞いたら、お前ポイントカード持ってるかこんだけ買うねやからこんなに買ったら3、4個タダになってるちっちゃい話やからえらい言われてたんですよ。でもそうやもんな、まあ、めちゃめちゃいい人なんだよ。短いのじゃあやりますかね、はいはい、僕今でもあれなんですけど、はい、プレイボーイで連載をやってるんですけど、はいはいはい、まあ、あれも別に自分で書いてるわけじゃなくて、こう僕がいろいろインタビュー形式で僕喋ったことをまあまあ書いてもらってるんですけど、はいはい、その担当の人がもう今変わったんですけど、前の担当の人だったんですけど、その人が僕がこう割と一生懸命うわー喋ってたら、はい、ブルブルブルえ鼻血出しましたよ。鼻血がブルッって鼻血が出て、鼻じゃなくてブルッもうブルブルッって鼻血が出て、ちょっと大丈夫ですかって、あ、ちょっともう今日やめた方がいいんじゃないですかって言ったら、いやいやそんなんやめれないですって言って、続けます、続けてさせてくださいって言って、でだティッシュだけすいませんってティッシュをね、僕の額やったんですけど、ティッシュをこう丸めて、もう血がもう半分ぐらい前ににじんできて、大出血で喋っててもまたなんかこうグーなってるから、いやもうちょっとやめた方がいいんじゃないですかって、ちょっとすいません続けるんですけど、続けたいんです、続けます、だからちょっと横にだけならしてください。それで俺がずっと喋ってんの横になりながら、びっくりしましたですね。僕も中学生の時にビーバップハイスクールも直撃世代 で僕はもう岡山の倉敷っていうところなんですけど、うん、僕なんかド不良で本当に、うん、で今100キロぐらいなんですけど120キロがあって、うん、で髪もバーッと立てて、うん、でもうこんな自転車乗って、うん、自転車乗って同じ電車ですよね、はい、おるな、でもこうやって、うん、で後ろにはこう肩持ちながら立てるなんかあれとかもつけて、うんはいはいはい、で街をよく徘徊してたんですよ、うん、で倉敷っていうのは普通の住宅街を結構低空飛行で夏場コウモリが飛ぶんですよ、うん、結構あれツバメかなとかスズメかなと思ったら結構コウモリだったりするんですよ、うん、でいつも徘徊してて 7,8 人でこう並列してこう喋りながら行ってたんですけど、一番かっこよくて一番モテる石田っていうやつの口にファサッと入ったんですよ、うん、コウモリが、うん、でたまたま俺しか見てなかったんですよ、ドーンってみんな止めて、今石田の口にコウモリ入ったぞって言ったら、みんながいやそんなわけねえ、うん、で石田っていうのはカッコつけのやつなんですよ、うんうん、で入ったよなって言ったら入ってねえって言ったんです、うんうん、石田が、うん、で俺がもう嘘つき呼ばわりになって、うん、でも確実に入って、うん、石田が口開いた時に入って、うん、口閉じる時に羽がファサッとなって、うん、パッと飛んでったんですよ、うん、確実に俺は見たんですよ、うん、でももう嘘つき呼ばわりになって、うん、いやそらねえって、うん、コウモリ超音波で飛んどるし、うん、そらねえで二郎さん、うん、これがもう本当 とんでもないやつみたいになって、でそっから14歳から4年後、うん、みんな車免許取り始めて、うん、で朝方5時半ぐらいの、うん、国道とか行くと4車線ぐらいあって、うん、全く車走ってないんですよ、うん、岡山の山の方、うん、でそこでみんな水風船をバケツにいっぱい4台各自入れてバンバンぶつけ合いながらゲラゲラ笑いながら、ほんでもう戦争だっつってバシャバシャ、ほんで防御するときは閉めて投げるときはやってバン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 水風船やってたら石田の口にバクッと入ったんです
割れずにですよ。そのまんまあんなに割れやすい水風船が割れずにポコッと湧いてる。それで あの4年前二郎さんが言うとったコウモリ、ほんまにあいつに入ったなって。